こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、ゲームボーイ。これね、現物もね、今日持ってきてますけど、これちょっとオリジナルの色じゃなくて、スケルトンなんですけれども、これを今日作りたいと思います。で、ゲームボーイって、生みの親と言われているのが横井軍平さんって方なんですけれども、この人がですね、このゲームボーイのもっと前の時代、ゲーム機とかが出てくる前の時代にですね、いろいろ面白いものを作ってたんですよ。まあ、代表作っていうのが、ウルトラハンド。これはですね、遠いところにあるものを手を伸ばす感じで引っ張り寄せるものなんですけど、まあ今でもね、棒についたものとかありますけれども、これがすごい話題になってですね、横井軍平の作るもの、すごくファンだった人多いんですよね。それからですね、今日持ってきてるのはラブテスター。これは男の子と女の子が手を握るきっかけを作るラブ度を測る機械っていうことですね。これももう有名なガジェットですね。当時ね、テレビコマーシャルでショックを受けた人も多いんじゃないかと思いますけれども、その横井さんの代表作といえるゲームボーイ、それでは始めたいと思います。1989年に任天堂から発売されたハンディゲーム機。任天堂の製品については総じて言えることなんですけど、製品として絶妙なバランスの上に立ってると思うんですよね。実際に商品として買われるためには、あるいは子どもが使うものとしてはひたすら最先端で、高性能であれば良いというわけじゃないじゃないですか。例えばお値段が高くなると子どもには与えられない。複雑になっちゃうと、使うまでにいろいろ手間がかかったりとかですね、壊れやすくなったりするといったことも起きますよね。そういう製品作りの多角形っていうんですかね、それがバシッと綺麗になってる感じがこのゲームボーイするんですよね。実際に価格を抑えた、液晶もそのためにモノクロにこの独特な色になっちゃった。しかし音なんかは結構贅沢にできていたりとか、対戦できるようになったりとかしていてですね、その過不足というんですかね、同じ時期だと、セガのゲームギアとか、アタリのリンクスとかですね、カラー液晶をつけたハンディゲーム機がいくつも出てきたタイミングなんですけれども、それに対してむしろこのシンプルなゲームボーイの方が売れちゃったということなんですよね。実際それで電池も持つし、遊びの本質ってなんか贅沢な表現じゃなくて、とても記号的というんですかね、子供ってそういうプリミティブなところが楽しい、そういったものを本当に知ってる商品だなと、今見てもですねすごく感じます。そのコンセプトワークがすごいわけですけれども、このゲームボーイを作ったのが横井軍平という、人なんですね。ゲームボーイの前にはやっぱりハンディゲームのゲームウォッチというのを作っているんですよね。これもなんかね、新幹線に乗っている時に電卓で遊んでるサラリーマンがいるのを見て考えたと。これ技術的には誰でも作れるもんなんですよ。そういう時にこれをゲーム機にするっていう発想なんですけど、横井さん自身これは枯れた技術の水平思考と言ってますけれども、先端技術を追っていくのはノーじゃないと、水平思考っていうのはちょっとね初めて聞く人もいると思うんですけれども、エドワード・デボノっていう人が1967年に提唱した概念で、分析的に理屈で論理的に積み上げていくとですね、たどり着くところは一緒で、そこで競争していくのは大変だし、決まったものしかできないと。そうじゃなくて横にホップしていく感じなんですよね。ものを生み出す時には、水平思考とても重要だと思います。もともと横イズムなんて言い方もする人もいるんですけれども、60年代70年代に横井さんが作った光線電話 LT というですね、懐中電灯と太陽電池を組み合わせて光で通信しちゃう電話機。太陽電池をそんな風に使っちゃったりとか、楽しいこういうガジェットを作ってた、横井さんの発想、こういうところに原点があるということだと思うんですよね。横井軍平ゲーム館という本を僕の編集部で作ったことがあるんですけれども、ちゃっかり転用しちゃうとか、誰の頭の中にもある、こうなったらいいやってムズムズ感じてたそういう普遍性とか、あとはそれっぽく見せちゃうなんか変換しちゃうようなおもちゃ的なところとか、それがすごく安くできてる、原理的にはすごくシンプルだっていうところがもうなんか本質だと思うんですよね。ということで、できました。でこのシンプルさって初代 iPhone とゲームボーイを比べてみると結構共通点があるんですよ。動作がこう速いとかですね、すごくシンプルな設計になっていてですね、手の中に収まるとかですね、あんま複雑なことをやらさないでアプリケーションを使う道具ということで見ると、もう形もなんとなく似てるという気がするんですよ。コンピューターの世界って、本来はプロしか使わなかったものがパソコンになって、でスマホになったわけですけど、やっとこう横井軍平の世界に追いついてきたなんてこともね、言っちゃってもいいんじゃないかなという気がします。ということで、ゲームボーイで遊んだよという人本当多いと思うんですけれども、なんか可愛い感じでできたかなという感じだと思いますけども、来週もやります。また見てください。